はい、どうも、哲学とです。皆さん、オープンベータの方を楽しまれているでしょうか。今回はですね、ソーサラー、そしてソーサレスで、序盤おすすめのね、スキル解説ということで、ソーサレスでね、難易度、ベテランの、アクト1クリアして、レベル25までキャラクターを育ててみましたので、その中でね、おすすめのもの、ご紹介していけたらいいかなと思ってます。はい、じゃあ早速アビリティの方を見ていこうかなと思うんですけど、そうですね、ソーサラーは特徴として、火炎霊気、そして、稲妻系のスキルをね、駆使して戦っていく、魔法使いキャラクターということなんですけども、スキルの方はね、今のところ、ディアブロ2リザレクテッドなんかだと、ある属性の攻撃や無効とかそういうキャラクター、そういうね、モンスターなんかも出てきたりするんで、複数の属性のスキル取っていくのがいいかなと思うんですけど、私は序盤はね、この、雷撃系スキルが結構いいかなと思って、雷撃系のスパークの方に振ってます。で、強化の方は、スパークが当たった後に 20% の確率で、3体の敵に飛び火するってやつですね。で、あと、スパークが命中するために、帯出す電気っていうね、ものが飛び出すもの。これはですね、周囲の敵にダメージを与えてくれるような、攻撃になるので、この、3つを取っていってると。で、次2段階目のスキルとしてですね、こちらの、チェーンライトニングですね。これむちゃくちゃ強かった。最大6回まで連鎖するというもので、で、雷ダメージ380までね、加えられると。いう形になってますので、チェーンライトニングの方に、振っていってると。で、さらに、チェーンライトニングの、強化版の3の方と、あと、チェーンライトニングがクリティカルヒットすると、25% で、帯出す電気が発生する。このね、組み合わせが結構いいかなと思いますね。で、次ですね。あと、防御系のスキルとしてはね、結構良かったのが、やっぱりアイスアーマーですね。氷の障壁を6秒にわたり周囲に生み出し、基本ライフの 30% にある126のダメージを吸収すると。アイスアーマーを発動中は与えた霊気ダメージが 10% 障壁に、追加されるというものになるので、霊気系のスキルとの相性がいいっていう感じなのかなと思うんですが、で、アイスアーマー強化版、アイスアーマー、神秘かな。この順番で取るのがいいかなと思いますね。で、次に、ちょっと今ね、強化版のスキルとかちょっと外してるんですけど、それは理由があって、こちらのね、召喚スキルの部分で取れる、このヒュドラがとにかく強かったですね。ヒュドラ、首が3本あるヒュドラを 9.6 秒間にわたり召喚する。それぞれの頭が、周囲の敵に炎を吐き、262のダメージを与えるというやつで、こちらの方ですね、ヒュドラ強化版、健全状態でヒュドラを使用するとヒュドラの頭の数が1本増えるということで、通常は3本の頭生えてるんですけど、ライフがね 80% 以上健全状態で、発動すると、4本生えた状態になるんで、火力がね、その分上がるというところあるんで、こちら。そして、ヒュドラが敵を炎上させる能力が加わり、基礎ダメージを 12% のダメージを6秒かけて食らわせるという、ドットダメージが加わるものですね。こちらを、つけてるという感じですね。ヒュドラが結構強めだったんで、ヒュドラを置いてね、アイスアーマーかけてるだけで、最後のワールドボスとかそういうところもね、危なげなく戦えるし、ダンジョンの中のボス敵もね、ヒュドラを置いて、防御してるだけで勝てると。いう状態になりますので、おすすめですね。で、もう一つ、ライトニングスキルは結構強いんですけど、さらにですね、凍らせるっていうのも、作戦になってくるので、霊気系のスキルとヒュドラを組み合わせてあげて、凍らせた敵をね、一方的にヒュドラで殴るっていう戦い方をされてる方結構多いみたいなんで、氷系スキルが好きな方は、氷系とヒュドラ組み合わせていけば、序盤は、問題なくクリアできるかなと。いう感じがしますね。あと、達人スキルとして、達人スキルじゃないな。奥義スキルの中にある、豪華の方を取ってます。これはね、標的エリアを持続的に締め上げる炎の、大蛇を、大蛇を召喚して敵を炎上させ、8秒かけて2113のダメージを与えると
というもので、まあね、これも結構強いんでボス戦なんかでは役に立ったスキルかなと思いますね。で、ちなみにですね、まあレジェンダリー装備の中にヒュドラのね、召喚数を上げてくれるもの、通常だと1体までしか召喚できないんですけども、1体のヒュドラを追加で召喚できるが、ヒュドラの持続時間が 20% 短くなるみたいな感じで、ヒュドラが追加で召喚できるね、レジェンダリーがたまに出たりするんで、そういうのがあったら、それを入れてあげることで、ヒュドラをね、の数を増やしていくことできますので、まあ、それもおすすめかなと思います。はい、じゃあ一通りね、スキルの紹介が終わったんで、実際ちょっと戦ってみようかなと思います。そうね、ちょっとエモートは切るか。はい。いやー、操作ですね、むちゃくちゃ序盤強くて、バーバリアンとかが結構苦戦した敵に対しても、まあ一方的に、こんな感じでね、で、アイスアーマーかけてあげれば、もうヒュドラが勝手に倒してくれるみたいな。こんな感じですね。2体まで呼べる。ああ、ちょっと圧倒的すぎるなって感じはするんだけど。こんな感じで、ヒュドラを呼んでるだけで、大概の敵が倒れていく。まあ、結構ね、ダンジョンのボス戦とか、苦戦される方多いと思うんですけど、まあ、ヒュドラを呼んで、自分は逃げてれば、OK という感じなんで、むちゃくちゃ強いです。で、ちなみにこれが、必殺技ですね。必殺技は結構強いんですけど、クールダウンも時間かかるんでね、ちょっと最終用までには時間かかるよと。はい、こんな感じでね、まあヒュドラ使うとむちゃくちゃ、楽にね、アシェパ戦とか巨大ワールドボスにも戦える、まあ、巨大ワールドボスの場合はもうこれを巨大ワールドボスの近くに出して自分はね遠くに離れて逃げてるだけで、まあダメージをどんどん継続的に与えていくってこともできますので、ぜひねヒュドラの数を増やすレジェンダリーだけね優先的に拾うようにしてもらえたらいいかなと思ってます。はい、今回はソーサレス、序盤におすすめのスキル解説ということで、お話ししてきましたが、まあ、火炎、霊気、そして稲妻系スキルと、まあ、特色のあるね、魔法スキルを、ガンガン使って、進めるっていうね、まあ、かなり強いキャラクターになってきますので、ぜひね、オープンベータでも、試して使ってみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。このチャンネルでは、ディアブロシリーズ、そしてディアブロ4の、攻略解説動画を、投稿してますので、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしてます。